ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、生きるのです、強く。おい、助けてくれ、早く。誰がいねえのか、頼む、あげ、頼むよ、あげてくれ、いるんだろう、誰か、誰か、頼むよ、あげてくれ、あげてくれ、
己の身に慈しみを欲するならば近場の社を詣でるがよい。技の終わりにて構えを整え、斬新を示せば、気力は…
ない世なら、この子はもっと生きられたのに。やれねえように一撃で射抜いてやる。あやかしも切り伏せるとは、お主何者なんじゃ。
願いじゃ、命だけは。そうじゃ、こいつをやるから見逃してくれ。
危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。と。ほら、拾うもん拾ったら、こっちに来てくれ。待ってたぞ。あのフミ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのは何か訳が？あ、すまん。まあ、いろいろあるわな。
俺の集めてる霊石には大きな力があってな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろう、秀の字。